生体3つの図、人を痛め続けて25年、本気で痛い覚悟決めた人は概要欄、門前整体楽しんで。で、はい、太もも、あの膝ってね、実はね、この内側の内側広筋っていう筋肉が硬くなったりとかすると痛くなったりしやすいんですよ。で、私がわざわざ説明するってことはめちゃめちゃ痛いのね。こうしてます。ちょっとこうするとね、ちょっと ここの角度がね、ちょっとペタンとなりにくいっていうのは、ここの筋肉が硬いからなのね。で、私が痛いから黙ってね、ほんと痛いよ、何回も寝ますからね。ちょっとストップ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 。これで膝が曲がりやすくなる。そうするとほら、今ペタンって膝がくっついてるの分かる？分かる。分かるけど痛いよ。分かる。分かる。じゃあまあ、反対もかばってたからね。こっちもまだぺったりくっついてるけど、まだ痛いと思うわ。内もも、これが膝に効くやつですね。痛い。こっちから押さえておくと無理もうちょっとだけこれ。痛い。はい、よく耐えました。以上でございます。あと肘押さえといた方がいい場所あるんだけど、はい、めっちゃ痛い、どうする？良くなるんだら。良くなります。良くなりますけどめっちゃ痛い。足とどっちが痛いですかね。同じぐらい痛い。良くなるんだら。はい。脇を押さえておくと楽になるので。はい。ここ。とこの胸のここ。かも。で、場所通りで反対の方がね。いや、こっちの方が痛い。はい、よく耐えた。はい、以上でございます。ありがとうございます。よく耐えたね。めっちゃ痛い。いや、だから痛いって言ったら言ってるじゃないですか。全員言ってますよ、そうやって。めっちゃ痛い。めっちゃ痛いんですよ、だから。痛いっていうかもう痛い。痛い。で、今ね、どんな感じかって言ったら、ちょっと待ってね、この辺に。
今どんな感じかって言ったら髪の毛を切った後みたいな感じ。わからない。この状態がずっとキープできますかって言っても髪の毛伸びてくるでしょ、はい、なのでこの今体がすっきりしたけどこの状態が続きますかって言っても続きません。なので定期的にケアをされた方がいいよって言ってますが、痛すぎて二度と来ない人まあまあいるので、うん、なのでまあかいや先生あれはやってほしいわと思ってまた来るから、もうその辺考えてください。うちから連絡すること全くないので、はい、で YouTube 撮影させてもらったので、まあ、あの権利は全部私が持ちますから決勝失敗は3000円ねお金払ってくださいね、はい、今すごいもう筋肉痛でしょ足。あでもなんか、はい、そんななんか、はい、思ってたほどほどではない、はい、じゃあ立ってみてどう、痛いんじゃない、膝曲げてみてどう、曲がりやすそうだね。あでも全然マシですね。あ全然マシになってる、はい、あよかったよかった、全然マシです。すっきりしてる感じね、はい、これが門前整体の60分。やばい、ほんまにやばい。想像以上にやばかったでしょ。ふくらはぎやばかったです。ふくらはぎ、太ももめっちゃやばかったです。でお尻もやばかったでしょ。やばかった。全部やばかったね。そう、やばい。もう、お尻あれ以上続けられたら、マジで一回ストップって言おうと思って。そんな感じになりますよね。まあでも、一応ね、これをね、続けていくと、その膝痛とか腰痛とかがどんどん改善していくんですよ。2回、3回続けていかれると、本当はそこまで痛くならないんだけれども、うん、まあもう、これでもいいやって思う人もいるし、うん、その辺を考えてください。私が以上です。よく耐えました。ありがとうございます。